桜井君、こういう不公平があるにもかかわらず、まあ、実はマスコミは書きません。なぜかというとマスコミはものすごく恵まれているからです。ちょっと数字を比較させていただきたいんですが、これご答弁いただきたいと思いますが、中小企業のサラリーマンの方々の労使での保険料率はいくらでしょうか。そして国家公務員の保険料率はいくらでしょうか。これは通告してあります。私そして答弁でいただいてます。それから NHK のですね、 NHK の保険料率はいくらでしょうか。厚生労働大臣小宮山陽子さん。日本放送協会 NHK の保険料率は 5.35% です。から国家公務員共済の、保険料率が 6.71%。で、協会健保の保険料率は 9.34% となっています。で、ただ一方でですね、先ほど申し上げたように、被保険者1人当たりの保険料が日本放送協会は 55.7 万円、国家公務員共済が、44.1 万円、そして協会健保が 34.6 万円となっているということともございます。桜井充君、あまりこういう答弁されたくなかったんですが、それではですね、今給料が高いんだという話がありました。おのおのの平均給与を出していただけますか。小宮山厚労大臣。日本放送協会の平均報酬が1041万円、国家公務員の、保険料の基礎となる平均報酬658万円、協会健保が、371万円となっています。桜井君、しかもですね、もう一度もう一つ大事なことがありまして、 NHK の、保険の負担はですね、事業主負担62、本人が38なんです。こんなに恵まれてるんですね。これで保険受信料上げようとかですね、それからまあ皆様の NHK が所得の低い方々は本当に苦労されてるんです。こうやって保険料支払ってですね、低い給料からこういうことはね、放送されないんです。だから私は今日嫌がられることを覚悟で放送中にやりました。いいでしょうか。保険負担は非常に不公平なんです。こういうことをちゃんと是正していくのが私は民主党だと思いますよ。不公平を直すことは。すいませんが総理、不公平だと思いませんか。野田内閣総理大臣。いや、今の数字を聞く限りには随分と開きがあるなと、不公平感があるなというふうに改めて思いました。桜井満君。ありがとうございます。こういう不公平を是正すればですね、お金はまだまだ出てまいります。そうすると窓口負担を増やすなどということをやらなくてもいいんですよ。ここの点はきちんとやっていただきたい。そして私が話をすると、この組合憲法の方々が意見が強くてどうしようもないんだと言うんですが、こういったことこそですね、政治主導で政治家が体を張って変えさせていくということが私は民主党の役割だと思いますよ。